というわけでやってまいりました。今日はですね、ニューフィットということでね、もう4世代目になりますね。2020年のね、2月に発売ということで、この間ね、私東京モーターショー行ってきまして、それでまあ速攻レビューしたんですけども、全然ね、詳しく説明できてなかったんですね。なのでちょっとこれ今ねこれフィットのホンダのホームページ今こんな感じなんですよ。だいぶねフロントマスクが変わりましたよね。フィット1にだいぶデザインが戻ったという感じですかね。モーターショーでねエクステリアデザイナーの方とちょっとお話ができたんですけども、今度のね新しいフィットはね心地よいというのをエクステリアデザインに取り入れたということらしいですね。心地よいって何なんでしょうね。見た目でそれを表現するってねなかなか難しいんですけど、エクステリアデザイナーによると、柴犬日本の犬ですよね。柴犬をイメージして作ったと、まあ、犬をイメージしたというよりも親しみやすいデザインにしたということですね。ちょっと詳細の方を見ていきましょうね。まだ私ね、これデザインね、今回のかなりいいなと実は思ってます。他社のね、話するとあれなんですけど、フォルクスワーゲンね。フォルクスワーゲンになんかデザインがちょっと似てきたかなというような感じがしますね。まあ、このね、バンパーのね、下の部分は、iPhone とかね、そういったプロダクトデザインを、まあちょっとイメージしたということですね。で、ホンダのデザインね、最近ずっとインライン型のね、ヘッドランプということで、それで統一してたんですけど、ここへ来てね、またこの丸いね、デザインに変わりましたね。ヒューマンフィットということでね、人の気持ちをね、研究したらしいですね。まあ生活の中でね、必需品になるように、まあ心地よくなると。まあフィットがあることでね、心地いい空間になるということですね。で、サイトの方ね、こういったね、動画がね、もう6種類もね、見れるようになってます。まぁ、ちょっとインタビュー的な動画でしたね。皆さん興味ありましたら、見てください。で、A ピラーがね、かなり極細になったということでね、この部分、めっちゃ細いですよね。その代わりね、この縦にね、これもう一本ね、ピラーがあるんですよね。これ何ピラーって言うんでしょうね。A ダッシュピラーかな。これがね、意外と太いんでね、まあ実際ね、乗った感じどうだったかな、ちょっと瞬間でね、覚えてないんでね、もう一回ちょっとその辺じっくり見てみようと思うんですけど、実際のところこの A ダッシュピラー、このね、手前にもう一個太いのありますよね。これがあるので、そんなにどうなんでしょうね、視界の差ってあるんですかねっていう感じですけどね。で、このエンジンがね、変わりました。EHEV ということで、モーターがね、2つになります。ハイブリッドは、モーターが2つということで、フィット3まではモーターが1つだったんですね。IMMD っていうね、2モーター規格っていうのがあったんですけども、それを小型化して、詰め込んだという新しい、システムになるみたいですね。私のフィットは、15キロぐらいですかね。で、もうすぐエンジンがね、かかっちゃうんですよね。モーターはね、ほとんど、補助的な感じでしたね。燃費を少しでも伸ばすための動力といった感じだったんですけども、今回の EHEV は、補助といいますか、モーターの方がメインになるような感じですね。EV 走行がね、かなり長いこと走れるようになると思います。で、これね、地味にね、私いいなと思ったのが、この荷物置きがね、センターコンソールの部分にあるんですよね。これね、なぜこのようなことができたかっていうと、サイドブレーキがね、なくなったんですよね、今回のフィット。ボタン式にね、なりました。まあ、これね、荷物置けるんですけど、ちゃんとね、肘置きもあるタイプもありました。先進の安全運転支援システム、ホンダセンシングということでね、今回からね、さらに機能が充実してます。このニューっていうね、マークがね、いっぱい増えてますよね。今回ね、1、2、3、4つもね、ニューが増えてますね。で、気になるね、この ACC ですね。0キロですね。完全に信号待ちで止まってから、信号が青になって、前の車にそのまま引っ張られるようについていくという機能が今回から新しくついたということですね。それとブレーキホールドシステムですね。
もうね、ブレーキもね、サイドブレーキね、こう引かなくていいんですよね。引かなくていいとどう言ったらいいんでしょうね。で、ホンダのね、サービスとして、この、新世代コネクテッド技術、ホンダコネクテッドっていうのがね、搭載されるみたいですね。まあ、このストレスフリーなカーライフを実現するということで、それぞれのね、フィットの情報を、一つの、まあ、ホンダのサーバーの方へ集めて、まあ、ビッグデータをね、集めるみたいですね。まあね、いろんなサービスが、ホンダの方から受けれるというものになるみたいですね。このスマートフォンでね、フィットのエアコン操作とか、し忘れ通知、ドアロック操作ね、そんなもできんの。で、車を探すっていうのはできんの。車を探すといいですよね。私、大きいね、駐車場を止めたときね、本当にもうどこに止めたかなって分からなくてよく探すことがあるんですよね。まあそういうホンダリモート操作とか、緊急サポートセンターっていうのもね、あるみたいですね。エアバッグ、展開時、自動通報。まあ、事故ってエアバッグがバーンと、こうなった時、こう、もうね、携帯電話とか取る、こうね、暇ないですよね。その間に、まあ、自動に今通報してくれるというものなのか。緊急通報ボタン。アルソックやこういう保険とかね、いろんな、この JAF もね、いろんなところにこのオペレーターが連絡してくれるということですね。まあ、もしもの時も安心できると。で、皆さんね、驚いたと思うんですけど、いきなりね、5つのね、タイプバリエーションっていうのがね、出ましたよね。この、ベーシックっていうタイプと、ホーム。ベーシックとホーム何が違うんでしょうね。ベーシックはちょっと安いタイプかな。で、ホームっていうのは、まあ、いわゆる無印って感じですかね。で、このネス。ネスはね、このフィットネスの、フィットとネスでフィットネスみたいな、なんかね、親父ギャグみたいなネーミングですよね。スポーツをね、よくする方におすすめみたいな。まあ、デザインだけですかね。これがスポーツタイプっていうわけではなさそうな。いや、一応これがスポーツタイプになるのかな。で、こちら、クロスターと。これね、クロススターって呼んじゃうんですよ、これ。クロスター、クロスター、クロスター、数は一回ね、クロスターなんですよね。これね、まあ、デザイン的にね、これは可愛いなと私個人的に思っております。ね、こういったね、最近キャンプとかね、流行ってますよね。これ車高が高いわけではなさそうですよね。写真で見る感じはほとんど一緒ですけどね。しかしね、このネスね、どうせだったらスポーツ、もっとスポーツ、こっち寄りのスポーツじゃない方を出してほしかったなと思うんですけど、東京モーターショー行った時にね、本田さんに聞いたんですけど、まあ皆さんね、ちょっと噂があった、タイプ R ですね、出ないんですかということで聞いたんですけど、まあ皆さんのね、ご意見が、いっぱい詰まれば、その辺モデルの方を考えますということでね、まあ今は出ないということですね。まあでも1年後ぐらいにはね、なんか、もっとスポーティーなタイプが出るんじゃないかなと私は予想します。いやー、フィット、2020年の2月発売ということでね、まだね、エンジンの詳しい内容とか燃費とかね、その辺まだ、出てないですね。リークの情報はね、出てるんですけども、まあおそらく、まあガソリンタイプも出るんじゃないかなと思われます。で、おそらくね、値段の方もね、少し10万ぐらい高くなるんじゃないだろうかという噂ですね。で、まあ燃費というよりも、まあ走りの上質感といいますか、まあ乗り味、まあ心地よさを今回は、まあ重視して、まあ作られた、フィットということですね。はい、いかがでしたかね。ヒューマンフィットということでね。いやー、楽しみですよね。2020年の、2月ということで、ぜひね、試乗の方をしてみたいと思います。私のね、チャンネルがまだ登録がまだの方は、登録の方よろしくお願いします。そして、いつも登録して見ていただいている方は、グッドボタンお願いします。よろしくお願いします。はい、というわけで、新しいフィットの、サイトを見てみたようでした。じゃあね、ボーイ、シュー。